暑い日が続く中、兵庫県佐用町のモンキーパークではお猿のプールが登場し、猿が水浴びを楽しんでいます。気持ちよさそうに泳ぐ猿。兵庫県佐用町の船越山瑠璃寺モンキーパークでは、毎年この時期に園内を流れる川をせき止めてお猿のプールを作り、ニホンザルたちが暑さをしのいでいます。モンキーパークは船越山とその周辺に生息していたニホンザルを餌付けし、1961年に開園。現在およそ100匹の猿が生息しています。プールではニホンザルたちがそこに沈んだ餌を求めて犬かきならぬ猿かきで潜ったり、水しぶきを上げて飛び込んだりして水遊びを楽しんでいました。猿の水遊びは今後の天候次第ですが、例年9月下旬まで見られるということです。